早く寝つきたい方や深い眠りを手に入れたい方は今回の動画がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、すぐに眠りに落ちる姿勢ということで4つ紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今からできる深い眠り、素早く寝つけれる方法を手に入れることができます。翌朝気持ちいい目覚めを手に入れることもできます。ぜひ実践してください。まず一つ目なんですけども、無力になって深い呼吸を3回、普通の呼吸を4回やります。仰向けに寝た状態で手と足を軽く開きます。つま先は外に向けて、手のひらを上に向けてリラックスします。この状態で深呼吸を3回、その後に通常の呼吸を4回です。深呼吸というのは鼻から吸って口から吐くというのが深呼吸になります。力をしっかり抜いた状態です。頭は背骨のまっすぐのラインに来るようにしてください。この状態で鼻から吸って口から吐きます。リラックスした状態で3回です。鼻から吸って口から吐くことでしっかり体がリラックスできます。口から吸って口から吐いた場合、口から吸うときにですね、少しリラックスできなく、吐く力が弱くなります。ですので鼻からゆっくり吸って、吸い切ったものをはーっと吐くことで力が抜けます。それを行った後に通常の呼吸に戻してください。この時点でもう眠れている方もとても多いです。次に横向きで膝を曲げます。これはしっかり背骨とお尻のストレッチをして左右2回です。背中はつけた状態で両足曲げて横に倒します。手で膝を押さえて体をストレッチさせていきます。これでお尻、脇腹しっかりストレッチをすることができます。これを各1分、片方ずつ1分かけて2回です。ですので左右で4回行ってください。3つ目はカエル足で深呼吸3分です。仰向けになった状態で足の裏を合わせます。膝をしっかり開いて股関節を緩めてください。手のひらは上を向けて、少し手を脇から離して力を抜きます。これ鼻から吸って口から吐きます。それを3分間リラックスして行います。4つ目は深呼吸をしながら背筋を行います。これを5回から10回です。枕をお腹の位置にセットします。で、手は後ろで組みます。手を組んだら肩甲骨を寄せます。鼻から吸って口から吐きます。鼻からまず吸って、口から吐くときに体を起こします。息がなくなりかけたら戻ります。また鼻から吸って、といった感じです。4つ目の背筋は鼻から吸って息を吐きながら体を起こすんですけども、深呼吸ですから息を吐きながら自然に体を落としていってください。息がなくなるまで体が踏ん張っていると、逆に体がですね、力を使いすぎて緊張してしまいますから、あくまでも体をリラックスさせるという点で息を吐きながら体を起こして、なくなるにつれてシューッと体を落としていく。そうすることで前もも背中をリラックスさせることができます。基本的には大きい筋肉をストレッチすることで体の緊張が緩んで眠りが深くなる、早く入眠ができるという風になりますんで、今回4つありましたけども、どれが自分に合ったかは自分でやってみてですね、自分が早く眠れる方法っていうのを見つけてもらって日常的に取り入れてください。しっかり睡眠をとることでストレスが発散できて、次の朝からしっかり元気に動ける体ができてきます。基本的におすすめとしてはやっぱり1番です。1番が一番リラックスできます。あとの3つはストレッチになりますので、もちろんストレッチをすることで体の力が抜けて早く眠れるってことにもつながりますけども、基本的には1番が完全に無になる、頭もゼロにして深呼吸3回、そこから普通の呼吸に戻す。そうすることでもう自然と眠りにつくことができますので、ぜひ試してみてください。ということで今回はすぐに眠りにつける姿勢ということで4つ紹介させてもらいました。試してみてよかった方はぜひコメントやグッドボタンよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。
ました。